前半1分前半1分兵庫県高校選抜が先制。前半1分です。ゴールも決まりました。トライ、兵庫女子、背番号7、柴原選手、これからペナルティーゴールです。現在12対0です。入りました。14対0です。京都聖火学園ボールのスクラム、前半4分。このように7人制ラグビーの場合はスクラムは3人で組みます。ターンオーバーです。
前半5分、兵庫女子柴原千佳選手のトライ、現在19対0。これからゴールになります。7人制ラグビーの場合、ドロップしてゴールを狙います。ゴールは外れました。現在兵庫女子19点、京都精華女子0点。前半残り1分、ノックオンですが、ノックオンです。兵庫県高校女子チームボールのスクラムです。このようにフォーメーション的に3人が散らばります。トライです。柴原選手、前半だけで3本目です。現在24対0。ここで前半の7分が経過しています。外れました。ここで前半終了です。京都女子0点、兵庫女子24点。前半終了しました。